皆さんこんにちは、富塚ゆう子です。今日も不動産と投資についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいです。ここ何回かでやってますのが、不動産に必要不可欠な法律知識、そしてついでに宅建ということで、宅建の過去問なんかを見ながらですね、必要な法律知識を解説していっています。民法について今お話をしてますけれども、今日はですね、とっても面白い事項っていうのをやりたいと思います。私、法学部の時にですね、民法を習ってたんですけれども、この時効っていう制度を知って、いや、すごいなと。これ知っといてよかったなと思いましたので、皆さんにもお伝えしたいと思います。法律によって定められた期間を経過することによって、一定期間過ぎるとですね、その所有物というんですかね、その物を自分の所有権、自分のものにすることができたり、あるいは、これを払わなきゃいけない、これをしなきゃいけないっていうことの義務から解除されて、義務から免除されたりするっていうのがありますね。これを時効と言います。そんなことがあるのかいなって思うんですけれども、実はあるんです。法律上はあります。時効っていうだけで皆さんよく聞いたことあると思うんですね。もうその話は時効だよっていうと、あまりにも古いことなので、その内容は効力がありませんよっていうことになります。で、この古い話なんで効力がありませんよっていうことは、どちらかというとこの消滅時効、下の方のお話ですね。例えば借金をしていても一定期間過ぎて、その期間何らのこの催促もされなかったらもう返さなくていいということになりますですね。その権利を消滅させるっていうふうに書いてます。で、取得時効はその逆で、例えば、親の名義の年だけれども、そこにもう自分のものだと、お前にやるよって言われたからもう自分のものだと思ってずっと住み続けて一定の期間が経つと、それはその人のものになるっていうことなんですね。長男か次男か三男かわからないですけど、そういうことができます。これは、詳しく見ていただくとわかるんですけども、自分がこの時効を使いますよということを、いうことが必要ですね。それによって、取得したということになりますので、それで、そういう書類を持ってですね、実際登記簿で名義を変えたりとかってことができるようになってきます。はい。まず時効とはどういうものなのかってことを今日はお話をしました。次回以降ですね、もうちょっと具体的にとか、あと、練習問題なんかも見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。今日もありがとうございました。